Hello everybody, this is Hua and you're tuning in Hua's Anything Rebel. And this is playing Division 2 with talking about nothing to do with the game. はい、皆さんこんばんは、ヒュアです。では、今回もですね、関係ない話をしながらディビジョン2やっていきましょう。ヘイスリー。20分だったら教えて。はい、そうしましたら、今回ですね、は今週の累活でございます。累活とは、累活とはこれ一回突っ飛ばす今戦闘中だしね。累活とは能動的に、今読んでないですよ、読んでないですよ。覚えてるとこだけ言ってますけど、能動的にこう涙を流すことで、交感神経が上位な状態から副交感神経が上位な状態に切り替わることにより、ストレスを発散するということである。緊張状態をとかなんとか適当かというわけで、仕組みを利用した、ストレス発散方法でございます。グダグダか。もう戦闘中だからね、読むこともできないし、まあ、そもそも出し、ウィキペディアを出してもいないですからね。そんな感じで、あれですよ、なんか小難しい神経の、仕組みを使ってですね、まあ、生理現象を利用して、ストレスを発散しようという、のがこう累活というものでございます。で、能動的にこう涙を流すことで、ストレス発散を促そうというあれでございますけども、まあ、俺のようにこう別に能動的に流そうと思わなくても、泣いてしまうのは、累活にはならないのでしょうか。どうなんでしょうか。まあ、累活というかね、別に累活をしようと思って累活をしてるわけじゃなくて、世の中にはこう涙を流してしまうようなものがたくさんあるわけでございますね。まあ、ストレス発散というか、まあ、デトックスですよ。毒抜きですよね、やっぱりこの、なんていうかな、泣けるよう、泣けるこのツボっていうのはこう人それぞれだったり しますけどね。まあ、総じてこう一生懸命頑張ってらっしゃる人ほど、涙を流しやすいわけですね。いろんなこの状態とこう、重ね合わせてですね、自身のこのいろんなね、経験、とかね、記憶とか、まあ、頑張ってることとかがこう、緊張状態にある方が あることが多い方がですね、まあ、涙を流すことによって、リラックスの状態、緊張状態が途切れることで、まあ、ストレスが発散されるということですね。多分ね、多分ね。いや、実際のところどうなのかは分かりませんが、交感神経が副交感神経にこう、優位にこう立つ、切り替わることで、ストレス発散になるという、これでもあれだよね、それ理屈言ったものの理屈が本当かどうかもよくわからないっていうのは正直なところではございますけどね。言ったもん勝ちみたいな感じもなきにしも、まあまあまあ、そんなこと言ってもね、しょうがないので、しょうがないので嫌なのか俺は。まあ、今回の、累活のおかずですね、紹介したいと思います。おかずという呼び方がもう定着しているんじゃないですか、皆さんの中でも、使っていくんじゃないですか。累活、ちょっと累活したんだ、おかず何っていうふうにこう、日常会話の中で言っていただければね、逆におかずの方も、こう、おかずという言葉もね、卑猥なもの、言っちゃったよね卑猥なイメージだったものがこう本来のね、
いわゆる、主食のお供じゃないですけど、その言い方も微妙か。何何？はい、そんなね、あの感じでですね、おかずの方、おかずと呼ばれる、あれの方がこう本来のね、立場を取り戻す手助けになればと思います。なんだそりゃ、そんな目的があるわけじゃないと思うんですけど、はい、そんな感じでですね、今回もやっていきましょう。今回のおかずは、紹介したいと思います。そうだな、今回のおかずはですね、のっぽさん、はい、のっぽさん、まあまあ僕ら世代にはもうのっぽさんありきみたいなとこありますけどね、言わそしてたらできるかなですね。高見さん、高見のっぽさん、今どっから言えばいいかな、どっから言えばいいかな、のっぽさん、高見 A さんですけども、その今ではですね、もう、芸名も、高見のっぽと、変えられたそうでして、いわゆるのっぽさんイメージですね、を大切にしてらっしゃるということですね。もう、番組が終了してからもうですね、まあ、しばらく経ってからと思うんですよね。芸名そのものを、のっぽさんの方に合わせると、ということで僕らののっぽさんのイメージをこう大切にしていただけもらってるということですね。非常にそのあれだけでも非常にありがたいあれなんですけども、なんかこうそうね、まあのっぽさん説明はそうね、人結構そっか見て、できるかなを見てない方からすれば誰やねんっていうあれですけども、もしくはその後の、できるかな以降ののっぽさんを知らない方からすればね、のっぽさんというのは本当に喋らないイメージ、なわけですけども、まあまあいろいろね、テレビ番組とか、トリビアの泉とかでも出てきてますし、いろんなテレビ番組とかで喋、ってる姿が、出てますので、そのイメージでいけば、その喋ってるのっぽさんの姿を、ご存知いらっしゃる方も、まあまあ、いらっしゃるんだと思うんですけども、いかがですかね。で、なんていうんですかね、のっぽさんといえば、そのいわゆる、哲学というか、哲学って言われるじゃないですけども、いわゆる子供に対する、姿勢への哲学がこう、すごい方がいらっしゃって、まあ、とにかくね、子供っていう言い方を、非常に嫌ってですね、まあ、子にどもをつけると、そのまあ一色単位というか、このいわゆる、まとめて扱わ一色単位こう扱われるような、感じがして嫌だということで、まあ小さい人、というふうな感じで呼んでらっしゃる、わけですけども、そういったね、いわゆる、まあ、こう子供子育てとかじゃなくて、子供に対する接し方哲学だよね。で、なんていうのかな、できるかなの、もうですね、一切子供に、対するこのなんていうかな、子供だからこう、子供番組だから、子供がこう対象だから、っていう、なんかこう、こういうもの、いわゆる子供に喜ばれるようなものっていうことを意識して、
何かを作られ、あのその作られ番組をですね作られたことはまあ一度もないというふうなことで、確かにね、あの今にして思えば、できるかなってこう、作ってるもの、まあそうね、明らかに子供が子供が作れないものばっかりだよね。まあでも、そこがすごい良かったなと思うんだけどね。子供自身がこう作れるような、まあ、簡単そうにこのノッポさん自身は作ってるんだけども、まあ、子供時代、それを思い返してみても子供時代の自分がこう、まあ、すげえなと思って憧れ、ポカーンとして憧れてこう見てはいるんだけども、自分で作れるようなレベルのものではないよね。まあ、あのノッポさん自身もすごいテキパキ作っているし、規模がでかいもの、だし、で結構その技術も要する、子供が自分の手でこう一人で作れるようなものではない。まあなんなら大人の人がこう一緒に作ってもね、作ろうとしても結構、大変なんじゃないかなというようなレベルのものをこう作ってますけども、でもそこは多分魅力だったんだろうね。なんていうかな、子供向けに子供が作れるものをこう紹介し、しょうがなくてというかそういうものにこう惹かれたんじゃなくて、子供では全然この子供の技術では作れないものとかを作ってるんだけども、それに対するこう憧れだよね。そのなんか言うならばさ、例えば仮面ライダーとかってさ、まあバイクに乗ってますでしょ、仮面ライダーって。でも子供がバイクに乗れるわけないじゃん、当たり前だけど。当然免許的な、観点からもそうだし、いろんな観点からそうだけども、だけどそういったこの、いわゆる未知のものだけど、それにこう憧れてっていうものがあるじゃない。多分そういったところにね、なんていうかな、まあ憧れだねとかこうがあって惹かれて、番組とかにも惹かれていくんだと思うんだよね。多分だからできるかなっていうのは、非常にこう子供番組として、子供、まあそうね、子供向け番組っていうふうな、このふうには言ってますけども、のっぽさん自身はそのそれを子供だからとか子供向けっていうような意識で作ったことはないという、こだわりがこうありまして、だからこそこう僕らはそれにこう惹かれたっていうのはありますけどね。いやー、でおかずの話でございますけども、そののっぽさん、まあできるかな以降ですね、まあちょいちょいいろんなところでですね、できるかなは最終回のみこう声を発して、それ以外の時は一切声を出さなくて、まあ、代わりにゴンタ君がこうガンガン喋っていたっていうあれではあるんですけども、で最終回は、まあ、ついとうとうですね、喋っちゃってっていうか、最終回は、まあ、のっぽさん自身がですね、みんなに対してのメッセージをね、どうしても自分の口から言いたいという、ことで、最後のメッセージを、まあ、メッセージというかね、まあそう、喋ってたわけですけども、そんなのっぽさん、まあその最終回以降ですね、いろんなとこでこう、なんていうかな、特集じゃないけども、出てきてはですね、メッセージをの、残される。特にね、そのメッセージ、まあ、結構ね YouTube とかにもいろいろこう上がっております。検索していただければわかるんですけども、のっぽさんがこうかつて、ちっちゃかった僕、みんなへっていう風な、だから完全に僕たち向けですよね。完全にそのちっちゃい頃見てた僕らに向けてこう、言葉を発してくれるっている動画ですね。非常に泣けますね。もうその今ちょっと言っただけでもちょっとうるっそう。な、要はあれと一緒ですよね。プーと大人になった僕とかと全く同じことで、全くというかね、同じ
容量で、要はあれですよ、すごい、だから、本当にあれ、それが、プーと大人になった僕は、まあ、そういう風な手でじゃないけど、なんかこう見てる側がそんな気持ちになる、その、かつて好きだった友達だと思っていたこうプーさんが、まあ、大人になった僕、まあ、そのあれだと、大人になった、なんだっけ、クリストファー・ロビンだっけ、クリストファー、そうだね、クリストファー・ロビンだっけ、名前忘れちゃったの、どうせしたな、に対してこう、喋っているのがこう、まあ、僕らもに、に向けてのこの喋りのように聞こえた風なあれが、まあそういう風な、そういう風に聞こえる、あれだったわけですけども、今回のそのだから、のっぽさんの今回のというか、まあ今回というよりも、今回のみならずというか、今回ってわけ、今回なんかのためにそんな動画を作られたわけじゃないです、なくてですね、あの別にこう、いくつもこうありますけども、過去に何個もこう動画を、動画というかいろんなところでそういったメッセージを、まあ動画というかいろんなところでこう喋ってらっしゃいますけども、それぞれに対してですね、やっぱりこう、あの頃要するに、ちっちゃかった僕らが大人になってっていう、大人になった僕たちに対してですね、のメス、あの確実にそのメッセージなわけでございますよ。これがまあ泣かないわけないですよね。それは泣かないわけないですよ。だってプーと大人になった僕の時点で泣いてるわけですから、いわゆるプーが僕らに、向けてのメッセージだというふうにこう思って見てた、あれが思ってじゃなくて、実際にこの、のっぽさん的に僕らに向けての、メッセージを送ってたわけですから、これはもう泣かざるを得ないというか、それは不可避でございますね。どうよじゃないか。これね、あんまりこのやつを細かく言うとね、僕はこうそれを思い出して泣いちゃうんでね、皆さん、まあ、できるかな世代な、皆さんには特にですね、ご自身の、目でですね、検索していただければ出てきますんで、そののっぽさんが、まあ、大人になった、みんなへっていうようなやつ、まあ、とりあえず大体喋ってるやつは大体そうだよね。大体こう、で、のっぽさん、まあ、いろんなこの、番組とかの、とかでゲストで、出演されるときもですね、基本的にはその、なんていうかな、いわゆるその、できるかなの番組のときに、のっぽさん、まあ、のっぽさん喋ってなかったですけども、その見ている、僕らを、まあ、いわゆるお友達というふうな、まあ、よくあるじゃないですか、テレビの前の お友達にどのこうのっていうような、ニュアンスありますでしょ。あの手を、崩さないわけですよ。変な、伝わるか、出てた時、出演される時も、そこの、ゲストで呼ばれた番組の、番組に、まあ、いらっしゃる方
レギュラーの方とかがもしそのできるかなを見てた、方でいらっしゃったら、まあ、その方たちと、まあその方たちにをいわゆるその当時見ていたお友達、要するにだから、お久しぶりですねっていうような語りかけをこう、してくれるわけですよ。だからそう、もう本当ね、見てた僕らを対してこういわゆる、まあ、知り合いというかね、かつてそのテレビの前のお友達だった、子たちへというかねっていう扱いをこうされるので、なんでしょう、やっぱりグッときますよね。それはそれが一番こう泣けるポイントだと思うんですよ。はい、あれかなこれやっぱツボ、どうかなちょっと不安になってきたなまあ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 、いつも、相変わらず僕は勝手なツボで話してるわけですけども、どうかな、あのぜひ皆さんも試しに見てもらって、まあまあ泣かなくてもいいですよ。別にみんな同じようなこうツボがあるとは思ってないです。みんな同じようなフェティズムじゃないと思いますからね、ご自由に運動はすると思いますよ。やっぱりで多くのことを、教わりましたからね。でやっぱりそういった動画にコメント欄にいろんな方がいろんなコメントを寄せていらっしゃるんですけども、まあコメントと書かれるような方はみんな本当にそんなか同じだよね。やっぱりいろんなことを、大切なことをいっぱい教わってね、まあ多分泣いてる方もいらっしゃいますでしょう。多分僕はそういった方の方が仲良くなりそうな気がしますけども、っていう感じでございます。ね、しかし話変わるけど、よく毎週そんな涙活というか涙流すようなあれが出るね、我ながら自分ながら。まあ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 、ただ別に最初は別に本当に今週のとか言いながらも毎週出るとは思ってなかったわけだけども、まあまあまあそんなあれですけども、まあネタがなくなることを心配はしないですけどもまあまあまあ、まあいいや、そんな感じで、ぜひですね、皆さん、のっぽさんの動画、いっぱいあります。喋れるようになった動画、いっぱいありますので、ぜひご覧いただいて、で全然関係ないですけども、なんかのっぽさんに泳ぎ始めてですね、まあなんかのなんかこう世界大会何だったかな、忘れたけどもにこう出るほど、ほどの、50過ぎてからだからね、なんだろうな、何の世界大会か分かんないですけども、出るぐらいの、まあ実力を持ったそうなので、まだまだ、これからですよね。なんだろう、まだまだね、僕らぐらいの年齢でもね、こう何かに諦めるのはまだ早いなというふうな気がしますよね。えそんなこう情けないことを言ってちゃいけないと思いますね。こうやっぱり、のっぽさんの、魂をいやいや、まだご健在でいらっしゃいますけども、ねえ、という感じで、まあ、のっぽさんの教えを大事に、していきたいと、思う今日この頃でございます。ではですね、今回ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。キウエでした。バイバイ。